ただいまより両院議員総会を開会いたします。最初に山口代表より挨拶があります。はい、皆さんこんにちは。第二百十一回国会通常国会今日で閉会となります。この間の皆さんのご奮闘に心から感謝を申し上げます。 この度の国会は昨年来の物価高を迎える大きな戦いの意義がありましたまずは昨年の暮れに令和4年度の第2次補正予算を作りましたけれどもこれに引き続いての令和5年度予算の審議 またその間、成立に際して予備費を活用して物価高対策が取れるように特に地方自治体については地方創生臨時交付金を決定をしてこれを提供いたしました。こうしたことに対応する物価高対応これが国会前半の大きな山だったと思います。それと新型コロナウイルスが あ、徐々に収束に向かいつつある中でえ、5月8日に感染症法上の位置づけを5類に変更いたしました。え、そして、これまでの3年余りの取り組み、これを総括する意味で政府のさまざまな機関これを統括をして一本化する。いわば司令塔を一本化すると、こうした特措法の改正等も行いました。 そして重要公判議案として大きな争点になりましたのは防衛力を強化するための財源の確保法これはもうつい先日まで議論が深められてようやく成立に至ったというものでありますこの法律をもとにしていよいよ具体的な財源をこれから見出していく議論の詰めが重要となります また子育て少子化対策これが今国会で最重要課題と位置づけられてさまざまな観点から議論がなされました特に我が党は昨年の11月に「子育て応援トータルプラン」を発表しこれを具体的に政府に提案をする中で政府もそれを取り込んだ上での 取りまとめをいたしたところでありますまた新年度から子ども家庭庁が発足をしこれも子育て支援策について政府としての 一括して推進するそういう組織体制がスタートしたということでありますのでこの流れに沿って我々はさまざまなことを重ねてまいりました昨年末にはこの応援プランを先取りする形で伴走型の相談支援と経済的支援これを一体の事業として行うという仕組みを作り予算措置も講じ昨年度の予算 でこれを措置して妊娠時に5万円出産時に5万円合計10万円の経済的支援と合わせて相談支援ができるようになりましたこれは今年度の予算にも同様に措置をされているということでこの分野では先行して 先取りをした形になりま,したまた、出産育児一時金、この大幅増額も、現行それまでの42万円から50万円に引き上げるということが新年度からスタートいたしました、そして財源の裏付けも含めての全世代型社会保障を進めるための健康保険法の改正等も行いました。 こうしてさまざまな重要課題について取り組んできたわけでありますが物価高に対応する本命は賃金の上昇。 を物価高に負けない上昇を導くということでありますのでこの民間の賃上げの流れを政労使の会議体等でリードしながら推進をしてきたわけでありますそして今なおこの春闘の最後の山場に差し掛かっているところでありまして中小小規模企業に流れを及ぼし また最低賃金の大幅引き上げをこれから行って持続的な賃上げの基礎を作っていくということが重要だと思いますそうした賃上げの流れになかなか乗れない人たちに対する さまざまな配慮というものも必要でありましたからこれについては例えば一人親の子育て家庭等も含めて子ども1人当たり5万円の給付あるいは住民税非課税世帯を基本とする低所得のご家庭に対する3万円の給付などができるような あ予算措置も講じたところでありますえこれに合わせて差し押さえを禁止するそうした法的措置も議員立法という形でこれを行いましたまた確保以外にも重要なあ議員立法がいくつも成立いたしましたが中でも我が党として力を入れて取り組んできたのが認知症基本法であります 古谷議員を中心に法案をまとめてこれを幅広い合意にして成立を期してまいりましたけどなかなか国会での論議のチャンスがこれまでたどり着けないでいましたけどもようやく今度の国会で成立を見たということであります。重要ななこことはのの認知症の様々な施策を 政府が基本方針を作りそしてまた自治体も地域の実情に応じた方針を作りこれを徹底していくということでありましてこれからのネットワークを生かした取り組みが重要でありますそれともう一つ LGBT 理解増進法ここも総理の秘書官の心ない発言に端を発してこの内閣の姿勢が問われたわけでありますがここはこのの 多様性を認め合う、包摂性に富んだ社会をつくるんだと、そういう岸田総理の強い発信のもとにならば、これを政府・与党で、それにふさわしい法的裏付けをつくって、これを推進していかなければならないということで、与党側での合意形成を我が党終始、これをリードいたしました。 そしてより広い合意野党の方々の一部も合意に加わって最終的な法律の成立となったわけでありますもちろん反対した野党の皆さんも自ら法案を提出したそれはかつて超党派で合意した案を に基づいているわけでありますからこのどの法律でも共通した基盤というのはやはり政府に理解を増進させるための施策これを基本計画を作って推進する役割を与えるというものでありますからその点ではもう実質的な全会一致であります言葉の受け止め方についていろいろな意見がありますけれども政府としてこれから やはりこの様々な理解増進施策を関係省庁会議をしっかりと設置をした上でこれを推進するさせるこれがこれからの与党の重要な役割になると思いますこうした議員立法の成果も受けていよいよその結果を国民の皆様に浸透を図っていくと いうことが重要でありますえ、国会の議案以外にも重要な取り組みがいくつもありましたまずは4月の統一地方選挙に挑んだということでありますえ、国会開催しながらの統一地方選挙はなかなか取り組みが困難な面もありましたけれども皆さんのご奮闘によりまして当選率99%を超える 1543名の当選者を勝ち取ることができ合わせて女性議員最多の政党ということになりました世代交代も適切に図った上でのこのネットワークの基盤を確保したということは我が党にとって大きな意味があったとこのように思います また今年は G7 の議長国として我がが国の役割が注目をされました特に広島で行われたサミットここでは被爆地広島という特別な開催地の位置づけをもって G7 の首脳が一堂に広島に集いそして原爆の資料館を実際に見て聞いてまた被爆者の生の証言も聞いて さらにには慰霊碑献花をするそして最後には相馬栄誉首の被爆桜の一本の木に土を一緒に盛るとこういう象徴的な行事も行いました合わせて8つの招待国の方々も同様に被爆の実相を経験しまた最終盤ではウクライナのゼレンスキー大統領も広島に自ら 足を運んで同様の経験を共有したということでありますここでは様々な観点からこの法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を強化するあるいはグローバルサウスの国々とも 連携をしっかり図っていくこうした取り組みをなされたところで大きな成果が現れたと思っておりますこれを中長期的にこの成果を生かしていくことが重要だと思いますもう一つ政府与党の重要な取り組みが骨太の方針を決めたということでありますここには少子化対策の総まとめ3年間で集中的に取り組む この加速化プランが盛り込まれておりますしまた経済成長を図っていく特に法律としては脱炭素化脱炭素社会実現のためのこの電力の供給確保のための電気事業法との改正これこそ GX 社会を進めるための推進力のある法律であります。そうした GX DX この方向性も骨太の方針の中にしっかりと盛り込むことができましたこれらを受けて今後の戦いに挑んでまいりたいと思います先ほど総理が閉会のご挨拶に来られましたけれどもそこで総理にあえて申し上げましたがマイナンバー のをめぐる様々なトラブルそしてそれに伴う国民の不安が募っているこの解決をしっかり政府に取り組んでもらいたいということをあえて申し上げました今回もマイナンバーに関する法案がいくつか国会で成立をいたしましたけれどもやはり トラブルが多種類にわたるというこの要因をしっかり突き止めて再発防止策を作ると併せてこのシステムとしての整合性をしっかり確立するとそしてまたこれから先いろいろな不安が生じてまいりますので特にマイナンバーカードを健康保険証を廃止して マイナンバーカーカドに一本化するとこここについてては様々な不安が生じております、まあ、こうしたことをこのこれから進めるデジタル社会の基盤を確保しその重要な基礎となるマイナンバーカードの普及そしてこれを利活用していくということはもちろん重要なことでありますけれどもしかしそこにまつわるさまざまな不安ここをしっかり解消する早くこれを解消するという 取り組みが重要だと思いますそうしたことを考え合わせながら今後の戦いに挑んでまいりたいと思います夏は我々この新たなネットワークを活かしてしっかりと夏季議員研修会各地で開催されると思いますがこのネットワークをフル活用するそういう取り組みを秋に備えて それ以降に備えてしっかり打ち込んでいきたいと思いますので私自身先頭に立って頑張ってまいります皆様とともにしっかり歩んでまいりましょう本当に今度の国会ご苦労様でしたありがとうございました石井幹事長より挨拶があります、はい 皆様、こんにちは。えー、150日間の通常公開本当にご苦労さまでございました。また、ありがとうございました。今、山口代表からも話がございましたとおり、この国会、まず令和5年度、政府予算案、令和4年度の中の早期に成立させることができましたし、また、閣法提出60本中58本、 成立ができたということで重要な法案あのすべて成立ができたと思っています。また議員立法も LGBT 理解増進法をはじめとしてまた認知症基本法またあの国土強靭化基本法の改正案これもあの大きな我が党の成果だったと思います。まあこういうことでまあ重要な予算法律案。 挙げられましたのでこの国会は政府与党にとって大きな成果を挙げられた国会だと思います一方であの国会改革につきましては今日あの参議院で委員長手当の廃止の法案は成立したということでまあ常任委員長特別委員長をはじめとする委員長の手当廃止しと。これでまあ年間5000万円ぐらいの 経費のの節減がででききるこことにななりましたのでこれは大きな一歩であると思います一方で、公明党が主張しておりました旧文通費の改革ですね、使途を限定をしていく、あるいはそれを公開をしていくと、また当選無効になった場合の議員の歳費返納を可能とする歳費法の改正案等につきましては、 残念ながら協議が進まないという状況でありました。公明党としましては、引き続き、まあ、粘り強く実現に向け取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。またあの、代表からもございましたとおり、この春は統一地方選挙、各地で勝利をさせていただきまして、党としての基盤をしっかりと築くことができました。引き続き続月以降 仙台市議選をはじめとしましてですね、東北復興選挙が行われます。この東北復興選挙に勝利をして初めて、統一選の勝利という位置づけにしておりますので、どうか皆も引き続き東北復興選挙へのご支援のほど、よろしくお願いを申し上げたいと思います。また、あの衆議院議員にとりましては、あの会期末ですね、解散風が吹くというような状況に。 ありましたけれどもこの国会解散がなくて終わったわけでありますが、こ今年の10月には任期の半ばを迎えるということでありますので、 衆議院にとっては、常、ま、在、あ、戦場という覚悟で,です、ね、それぞれ各地での取り組みをしっかりと進めていきたいと思います。引き続き、山口代表を中心に結束して、すべての戦いに勝利をしていきたいと思います。どうぞ皆さんよろししくお願い申し上げますえ西田 参議院会長から挨拶があります皆様こんにちは参議院の代表いたしまして一言御礼を申し上げますこの国会衆議院そして参議院にも当たりまして佐藤国対委員長ご指導いただきそして参議院側では横山国対委員長を中心として 衆参連携をして大きな成果を残すことができましたこと改めて御礼申し上げます。参議院は今日本会議が2時間あまり午前中行われました。まあこれは参議院独特の行政監視のための。 令和4年度政策評価の実施状況をめぐる本会議でございます参議院といたしましては、まあ、決算におきましても4項目にわたりまして政府に対する警告決議を行いましたしこの行政監視機能を強化する意味からもこうした行政評価政策評価についてこの6月に本会議で行いそしてそれからそれを起点といたしまして1年間 行政監視政策評価について審議をしていくというサイクルを4年前から始まったわけでありますけれども今回が4回目それを最終版通常国会の最終日に取り行うことができましたまた参議院では昭和60年に設置をいたしました 調査会は3つございますけれども、この3つの調査会における中間報告ということも、この通常国会で行わせていただきました。まあ、参議院の改革協議会におきましては、この通常国会で選挙制度専門委員会を立ち上げ、谷谷幹事長が党代表会派を代表して臨んでおりますけれども、この今年秋口には、 いわゆる1票の格差をめぐる最高裁の統一見解が示されるということもございまして、閉会中もこの選挙制度専門委員会の審議は、 引き続き続加速をさせてていいいくととうことになってございますまた、参議院の憲法審査会におきましては、参議院としては初めて緊急集会について、その意義、また特徴についても、各会派で議論を深めることもできました。こうした参議院独自の審議ということを、衆議院の皆様にもご協力いただきながら進めることができたわけでありますが、特に対決法案が多かった法務委員会におきましては、全く理不尽ではございますけれども、次、佐竹。 法務委員長に対する解任決議案になるものが提案提,案提起をされましたが、これは堂々と否決をいたしまして、えー、杉委員長はあ,あらゆる困難を乗り越えて、えー、毅然として採決を行い、無事、今日も出席をされているわけでございます。 えー、まあいろんなことはありましたけれども152日間本当に皆様のおかげで参議院としても大きな成果を残すことができました。えー、選対といたしましても一言御礼を申し上げたいと思います。代表幹事長からお話がありました通り統一選挙におきまして皆様の本当に多大なるお力をいただきまして勝利に導いていただくことができました、えー。この復興選挙ということをもって初めて統一選の勝利と今幹事長からお話がありました通りもうすでに始まっております。また皆様にもさまざま。 ご協力をいただくことになります。また党といたしましては、次期衆議院選挙におきまして、十一人の。 公認候補小選挙区で行わせていただきました今幹事長官お話のとおりこの秋口には折り返し地点を迎えるわけでありまして着実に準備を進めて前へ前へと進んでいきたいというふうに思っておりますこの150時間参議院本当にお世話になりましたこれからもぜひまたご指導いただきまして大きな成果を党として残してまいりたいと思っております本当にありがとうございました以上です 高木政調会長から挨拶がありますみなさんこんにちは150日間のこの通常国会本日閉会をいたしますけれども議員の皆様方には大変お世話になりまして大変にありがとうございました政調といたしましてはこの通常国会の前半戦各法の法案の審査を各部会を通じながら あまあ、あいろいろとやっていただきまして、でえー、その後、後半戦は、衆参ともに委員会が開かれる中で、議員立法等の議論を進めていただいて、先ほど代表、また館長からもお話のありました、えー、認知症の基本法、または国土強靭化基本法、さらには l g p と の理解増進法といった重要な議員立法もこれを審査して成立をさせていただきましたことに改めて御礼申し上げたいと思います。であのこれも代表の方からお話がありましたように政府の方でこの少子化対策ということで子ども未来の戦略方針を作るにあたりまして私どもの昨年11月に発表した子育て応援トータルプランをベースにしながら 2度にわたる提言を申し上げまして、それを中心に今回の戦略ができてきたと思います。ある意味でいうと、公明党案が政府の案になってきたと、そういった中で3年間の加速、そしてその次のステップということもございまして、 これから年末にかけて、財源の問題を含めて、さらに詰めていきたいと思いますので、成長の皆さん方でしっかりまた議論も進めてまいりたいと思います。また、骨太の方針にも、各議員の皆様方のさまざまな意見、現場の声、それも反映することができました。で、国会が閉会をいたしまして、これから夏にかけてですね、ご存知のように、来年度の予算のシェーリング、そして概算要求という流れとなって、 まさにそれを形にしていくこの戦いとなりますので、えー、各部会等でもまた、あこの閉会中でありますが、議論を進めていただきたいと思いますし、また次の戦いに向けて、しっかりとその玉込めができるような、まあ、そういった議論にしてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。佐藤国対委員長から挨拶があります。はい 1>, 1月の23日に開会となりました、この第211回国会、本当に衆参の我が党の議員の皆さんのもう本当に力をいただきまして、この150日間、多大な成果を得る通常国会とすることができましたこの場をお借りいたしまして、改めて御礼申し上げます、大変にありがとうございました。 まずはあの、前半戦は、えー、予算委員会でございましたけれども、えー、今回、えー、高木政調会長をはじめ政調の皆さんとも連携を取らせていただきながら、えー、特にあの特徴を立てたのはです、ね、あの予算委員会の質問者が、えー、それぞれの個人の問題意識もさることながらやはり、えー、党の成長として今それぞれの分野で大きな課題として抱えている。 そういう問題をしっかりと予算委員会の党を代表するバッターとしてしっかりと予算委員会で質問していこうというそういうあの試みを衆参ともにこの予算委員会でさせていただきましてそして予算としては2月の28日に衆議院を通過し3月の28日に年度内の成立を見ることができたわけでございます。そしてて後半戦については えー、法案の審議でございますけれども、えー、先ほどありましたように、新規定数法律案については58本、そしてもう1本、継続法案が1件ございました、えーこ,のえー、この59本、あすみません、えー、新規定数法案としては60本、そして、えー、継続法案としては1本でございますが、この後継合わせて61本中、えー、今回、えー、59本が、 この通常国会で成立をいたしまして、61分の59で、えー、法案の成立率というのは 96.、96.7%、えー、法案を成立させることができます、えー。昨年がですね、26年ぶりに、えー、100%だったんですけれども、極めてそれに近い、そういうあの成立率を、えー、今回、えー、達成することができたわけでございます。そしてて、えー、提出された条約,あの条約協定案については 11件中11件、今回承認をさせていただいたところでございます。その中には、先ほどからありますように、重要公判議案でございます、防衛力強化財源確保をはじめ、新型インフル特措法、さらには健康保険法、GX 電気事業法という、そういう重要法案、さらには社会的に非常に関心の高かった入管法をはじめですね、性犯罪関連の刑法改正、 こういうものも、この各法でしっかりと成立をさせていただき、議員立法については、州法で13件、今回、成立をさせていただいたところでございます。代表幹事長からもありますように、LGBT 理解増進法案、認知症基本法案、国土強靭化法案、そして最後にはですね、住民預金活用法という、こういうまああの法律を含めた13件の成立を えー、見ることができたわけでございます、えー。そしてこの国会ですね、数年ぶりに懲罰委員会も、えー、この衆参ともに、えー、機能いたしまして、えー、参議院の方では、えー、ガーシー議員に対する二回の懲罰、一回目は公開議場における陳謝、でもう一つが、えー、除名というそういうこともあの決めさせていただきました。そして衆議院の方では、えー、令和の藤田真理議員に対して。 10日間の党員停止ととといいいいうここも決定をさせてたただいたところでございます官庁からありました国会のさまざまな広い意味での改革ということで申し上げますと衆議院の方ではでは、ね、今回科学技術特別委員会を廃止をいたしましてそして地方創生特別委員会を改編いたしまして地域子どもデジタル特別委員会 こういう委員会、特別委員会の下で、今回、議論をさせていただきました、そして、国会終盤でございますけれども、常任委員長、特別委員長の委員長手当を廃止するという、そういうことも行わせていただいたところでございます、そして、この国会の途中で、新型コロナがですね5類へ移行したということを踏まえまして、 今まで衆議院は、えー、約3年間、えー、AB 体制の2班、えー、体制で本会議に臨んでおりましたけれども、5月8日以降、ですねその間引き出席というものを廃止いたしまして、えー、この衆議院の本会議も全員出席するという、えー、そういう、えー、国会とすることができました、えー、お話の中にありましたように、この国会、実は非常に窮屈なタイトなスケジュールでございました。えー、4月には統一庁選挙があり また国政面での5つの衆参の補選もあり、そして5月の19日から21日の G7 広島サミットをはじめ、全国各地で閣僚会議もあって、ですね外交日程もありまして、非常にタイトなスケジュールでございましたけれども、その間、本当に衆議院、参議院の皆さんの団結で、こういう成果を収めることができたわけでございます。私もも横山委員長と毎日何回も連携を取らせてていただきまして 衆参のやはり呼吸合わせ連携というものが我々公明党としてのこういう形での成果を生むことができたのではないかとそのように考えております残された課題といたしましては先ほど石井幹事長からもございましたようにやはり国民からの強いニーズにもしっかりと応える意味でもですね旧文通費の改革というものについてはしっかりとやはり国民目線でこれからも 改革をしっかりと推進をしていかなければいけませんし、そして我が党が選挙を切って法,案法,あの法律改正案を作りました公職選挙法で当選無効になった議員の歳費返納法案、これも衆議院、参議院、しっかりと連携をして、次期国会以降、取り組んでまいりたいと思いますので、ぜひ今後とも我が党の衆参の議員の皆さんのご協力をお願いいたしまして。 御礼の挨拶とさせていただきます大変にありがとうございましたそれでは両院議員総会を終了いたします